ピンスポットの弾が煽る場合の対処法です。必ずランプを消灯、クーリングして電源を落としてから作業をしてください。後ろの固定ノブを緩め、ランプを回転させてください。向きを変えたらしっかりと固定してください。固定する向きにより煽りが改善する場合があります。改善しない場合はリフレクターの後ろにあるマグネットの位置を調整してください。遠ざけるとアークが離れ、近づけると引き寄せられます。アークが真ん中に飛ぶ状態がベストです。以上の作業で改善しない場合は新しいランプに交換してください。ダメなランプはこのような状態です。金属部分がボコボコしている、ランプ全体が黒くなっている、 NG 連絡用紙に L 搭載番号、症状、対処を明記していただき、弊社までご返却ください。